ホンダシビックシャトル、シビックシャトル、シビックシャトルは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、ハッチバック型の小型自動車である。なお、商用モデルは、シビックプロ、シビックプロとして発売されており、本校ではこれについても記述する。1983年から1996年に、生産、販売された、 三代目及び四代目シビックの後、ドアハッチバック版で、二代目に設定されていた、シビックカントリーの実質的な後継者である。1.3リットルから1.6リットルのエンジンを搭載し、当初 FF のみであったが、後に 4WD も追加された。当時の同クラスライバル車と比べ、5ドアハッチバック車よりは、全高が約10センチメートルも高く、ワゴン車よりは、 全長が約20センチメートルも短いそのボディスタイルは独特のもので後のショートワゴンやセミトールワゴンの先駆けとなった。また当時のカタログには新しいセダンですという記載もあった。サイズ的には三代目フィットとほぼ同じ大きさである。1983年10月20日、三代目シビックの5ドアとして3ドアより約1ヶ月遅れて販売された。 5ドアであることから車型を表す2桁の数字のうち10の位は5となっている。他のボディ形状から見ると全面投影面積が大きいが CD 値はそれほど悪くなくさらに CL 値がゼロであるため意外に高速道路でも安定して走ることができる。55J と 55I にはリアスタビライザーとフットレストを備えまたリアシートが ダブルフォールギングにより、加湿がフルフラットになり、そのためカザメントバックレストに大きな隙間がある、スポーツ指向及び RV 指向が強い。55M と 55G は、リアシートは格納できない代わりに厚みもしっかりしており、リアとのカバーの両端に 16cm サイズのスピーカーを装着できるな、より居住性を重視した性格を持っている。その他の装備では、十五 i には、 デジタルメーター及びサンルーフが選択でき、55G にはエンジン回転数間応式パワースで集中ドアロック、フューエルリッドオープナー及びリアヒーターダクトを標準装備していた。トランスミッションは5速 MT、3速 AT、55I、のみまたはホンダマチック、55I、53U 以外が選択できた。外観では十三 u および十五 m が 規格角形ヘッドライトを装備しているの対し、55J 以上は異形ヘッドライトを装備している。55I のミバンパーがシルバーでリアゲートの配色が異なっている。53U にはプロテクションラバーイコールドアモールがなく、55M と 55G には小ぶりのものが、55J と 55I にはやや大きいものが装着されるなど違いが多かった。 1984年11月1日、4WDE、パートタイム式を追加した。トランスミッションは、スーパーローツキ5速 MT のみが設定されていた。外観では前後、バンパー及びプロテクションラバーが大型化し、全長が4メートルを超えた。合わせて、これまで純正装着されていた、55G 以外では、選択できなかったパワーステを、オプション設定した。 1985年9月、マイナーチェンジ。グレードを整理して、55J、55I、4WDM、4WDJ とし、オートマチックトランスミッションは、ロックアップ付き4速 AT に進化した。また、プロテクションラバーを 4WD モデルと同タイプの大型のものに統一し、55I は、リアヘッドレストの形状を変更した。 1986年9月9日、4WD がリアルタイム 4WD、ビスカスカップリング式スタンバイ 4WD に進化し、さらにバンパーが巨大化した。その際設定された限定車には、アルミホイール、リアスタビライザー、アルミ製アンダーガード及びサイドプロテクターが装着された。商用モデルには、シャトルのサブネームは与えられず、 乗車定員の違いにより、プロ、T、プロカイの2グレードで構成され、外観は 53U 同様であった。日本仕様に対し、北米仕様の FR サイドマーカーは、膨らみがなく、反射板となっている。また、リアコンビランプのサイドにもサイドマーカーが備わる。欧州仕様は、FR サイドマーカー部分が、日米仕様と異なりクリアで、形状は、 北米仕様同様膨らみがなく、その箇所にバルブが入らない。サイドマーカーは独立してタイヤハウス後部に備わるため、構造上2台目シャトルの日本仕様及び欧州仕様に近い。また、リアバンパーのナンバーポケット左右にリアフォグランプを装備している。1987年、4台目シビックと合わせてモデルチェンジされた。 このモデルも3ドアより約1ヶ月遅れた10月20日より販売された。シビックと同じ足回りの4輪、ダブルウィッシュボーン式、サスペンショが採用される。1気筒4バルブ方式のハイパー16バルブエンジン、電子燃料噴射システム、PGM5 などを採用。トップグレードの 56i と T2 は ZC 型エンジンを搭載した。 1988年8月3日、小変更を行った。AT 車にシフトロックシステムを装備、車内用バックブザーがついた。4WD にローホールド付き4速 AT とイントラック 4WDABS が設定された。1989年9月21日、マイナーチェンジを実施し、53U を追加し、 RTX 系のエンジンを1.5リットルから1.6リットルに変更した。1990年9月、小変更を行い、T リミテッドエディションを追加し、55X 及び RTX を廃止した。1992年11月、小変更を行い安全性能の向上を図った。1993年9月、グレードの整理を行い、53U。 56i 及び RTX エクストラを廃止した。1994年7月8日、デュオベースに RV 的な装備を追加して価格を引き下げたビーグルが発売される。なお、ビーグルの標準装備品にカンガルバーとフォグランプがあることから、ホンダ初のクロスオーバー SUV となったが、このモデル以外に日本国内で発売された。 ホンダ車に標準装着された例がない。このモデルは、ホライゾンやクロスロード同様、RV ブームの中、販売ラインナップに、RV がなかったホンダにその穴を埋める形で、設定された車種で、クリエイティブムーバーシリーズ、特に CV 登場までのつなぎ役的な存在であったが、当時旧型となっていた EF 型シビックベースで、低迷していたシビックシャトルの販売台数は一気に増加した。 シャトル以外のシビック3ドアン &4 ドアセダンは1991年9月と1995年9月にモデルチェンジを受けたがシャトルだけモデルチェンジを受けずそのまま継続生産された1996年2月21日6代目ミラクルシビックのワゴンライトバンバンであるオルティアパートナーに引き継ぐ形でシャトルプロは生産販売を終了した 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。